さあ、本日はビジネスを次のレベルに引き上げる方法をお教えします。はい、先生。まず、基本からいきましょう。やはり戦略。戦略は重要ですよね。ビジネスにおいては何よりも戦略が重要です。はあ。そして次に大事なのが計画。計画も何よりも大事ですよね。計画がないと何もできませんから。また、ここらで決めないといけないのが方針。方針は何よりも大事です。決めましょう。確かに。さあ、ここで質問です。方針とはどんな字を書きますか？え？方に針？そうです。方に針と書くんです。おー。さあ、次でいよいよ最後です。最後に忘れてはいけないのが、目論み。目論み？はい。目論みとは。目論むことです。うおー！それでは、今月もコンサル料270万、いただきます。